海海ヒドラは、四方動物もニヒドロムシツナハナクラゲモク、海ヒドラ科に属する動物で、海岸に比較的普通に見られるヒドロムシ類である。生きた巻き貝の殻の上に密生して生活している。このヒドロムシは、シワホラダマシモリーズという長さ1から2センチメートルくらいの巻き貝の殻の表面に一面に軍隊を作って、生活する。ポリプは、せいぜい数ミリメートルであるが、 全体に桃色っぽい色になるので桃色の貝殻に見えて比較的よく目立つ。そっとしていれば殻の表面からもやもやとポーリップが伸びているのがすぐに見て取れる。ヒドロムシ類の中では大きな樹状の軍隊を作るもの以外では特に見つけやすい方である。ヒドロネは貝殻の表面に広がって膜状。一面に多数のポリップをつける。ポーリップには 栄養ポリープ、指状、ポリープ、螺旋状ポリープ、生殖ポリープなどの区別があり、多形が見られる。栄養ポリープは大型で円筒形、先端に口があり、それを取り巻く、円周状に、糸状の触手を多数密生する。指状ポリープは細長く伸び、先端に口がなく糸状の触手を多数つける。生殖ポリープは、栄養ポリープよりやや小さいことが多く、 先端近くに短い触手があり、それより、下部の側面に生殖個体をつける。生殖個体は、クラゲとしての構造を持ち、4本の放射水管や8本の触手を生じるが、独立することなく、生殖層が発達して、有性生殖を行う。本州中部以南の浅い海に普通に生息する。長官隊では、低潮隊に近いあたりからよく見られ、 水中の石をめくるとよく見つかる。時期は春から初夏である。北海道には北海海ヒドラがあるが、こちらはヒメイゾボラという巻貝のヤドカリの入った殻に生息する。本州中部位北に見られるイガグリ貝は、やはりヤドカリの入った巻貝につくが、殻の表面に多数の突起を形成することからこの名がある。また、ヤドカリの成長とともに殻を伸ばすので、 宿狩りは宿替えしなくて済むようになる。ありがとうございます。